ホーム開幕戦を迎えましたイーグルス。その開幕戦、則本が先発のマウンド、立ち上がり2アウトからフォアボール、そしてワイルドピッチでランナー2塁に進みましたけども、ここは山川を打ち取って一気に出しました。2回は三者凡退、3人で終えて3回です。先頭のルーキーの児玉を打ち取ります。でこの後ラストバッター金子を迎えますが、外のスライダーで見逃し三振、ライトにヒットを打たれて2番のマキドンでしたけども、ここは三振に打ち取りました。0で終えた3回でした。4回です。で3回の裏です。先頭バッター山崎剛、チーム初ヒット。この後今日スタメンの黒川も続きます。ノーアウトランナー2塁1塁、チャンスを作りましたけれども、この後バットを遅れず辰巳三振、ツーアウトで今日スタメン2番の小郷、フォアボールショートフライで先制はなりませんでした。0対0でゲームは4回に入ります。この回は今井の前に3人打ち取られたイーグルス、三者凡退に終わっています。そして5回です。ワンアウトランナー2塁でルーキーの児玉、登板になりました。プロ入り初ヒットは打点付き、タイムリーヒットになりました。ライオン先制です。でこの後今日1番の愛斗、去年相性の良かった則本から、今年最初の対戦、早速打ちました。タイムリーヒットでもう1点追加、2対0です。その裏イーグルス、ランナー2人出しましたけども、小郷が三振。ホーム開幕、今日は満員御礼が出ました楽天モバイルパークです。さて則本、中盤のピッチングをご覧いただきます。6回はランナー1人出しましたけども、ここはセカンドゴロ、ダブルプレーにとってゼロで終えました。結局則本今日は6回2失点でマウンドを降りました。7回からは2人で安打です。1イニングきっちりとゼロで終えた今日の安打でした。さあライオンズの方ですけども、今井が100球を超えてこの7回もマウンドに上がっています。黒川センターフライ、代打安田三振、最後三振取って吠えた今井はこの回でマウンドを降りました。さあそして伊藤真央、ルーキーピッチャー、これプロ入り1試合目の登板ということになりました。開幕カードエスコンフィールドでプロ初登板を飾って、この時はコロニーがデビューということになりましたけども、素晴らしいピッチング、テンポよく打ち取っています。9回です。今回はルーキーの駒もプロ初登板でしたけども、3者連続のフォアボール、ノーアウト満塁でマウンドを降ります。そしてマウンドには湯気が上がって、次の当たりはセンターに抜けていきます。ランナー2人帰ってライオンズ追加点、4対0となります。そして9回、最後は増田がマウンドに上がって、島内ヒットに出ましたけども後続続かず、ホーム開幕戦は4対0イーグルス勝利飾ることができず、ライオンズに軍配が上がっています。